はい、皆さんこんにちは。今日はですね、僕が今持っているこのエキゾチックのギターを、ご紹介したいと思います。まずはですね、購入の経緯なんですけれども、2017年にですね、購入しました。10月か11月だったと思うんですけれども、僕がギターを教えに行っているところの、スタッフさんがですね、先生いいギター入ったんで弾いてみませんかっていうので、まずそこで初めてエキゾチックのギターを弾いたんですけれども、まあ、それまではちょっとテクニカル系なイメージで、ちょっとこのね、ボディシェイプが違ったりとかしてですね、ちょっと自分に縁がないかなと思ったんですけれども、まあ、このカルフォルニアクラシックっていうんですかね、このモデルになって、まあ、ちょっとこう、ね、印象も変わったなっていうのもあってですね、ちょっと弾かしてっていう感じで、最初エキゾチックのギターを弾いたらですね、すごい良かったんですよね。で、見た目もめちゃめちゃかっこよくて、まあ実はそのギターっていうのはこのギターではないんですけれども、その時弾いた、ギターはですね、まあサンバーストの上に、レイクプラシッドブルーが乗っかっている、カラーで、まあ、二重にこうカラーされてるんですよね。で、それがすごくかっこよくて、で弾いたらまたそれがねすごく良かったんですよ。で、わ、これ本当にいいなと思って、で欲しいなと思ったんですけど、まあ値段はまあまあ当然それなりで、即決するにはちょっと考えが必要だなみたいなちょっと即決はできないなっていう感じだったんですけれども、まあ結局はまあね、このギターもそのギターと同じくらいのね値段だったのかなと思いますけれども、すごくいい印象だったんですよね。でそこからまあレッスンに行くたびに、ちょっともう一回弾かしてみたいな、そんな感じを繰り返していて、でその2017年のそのぐらいの、まあ、11月ぐらいっていうのは、僕はバイアスアンプっていうですね、アンプヘッドがデジタルのアンプがあるんですけれども、その、デモンストレーションをちょうどやってまして、まあ、それ用に PRS の CE っていうのを購入したんですよ。でただその仕事用に購入したのはいいんですけど、なんかこうサウンドの落としどころが見出せなくてですね、買ったはいいけど違うギターでそのデモンストレーションするみたいな感じだったんですよね。あとはちょうどジャムセッションとか、かなりセッション多くやっていた時期でもあったりとか、ちょっとこうプレイスタイル的にだったりとか、演奏の活動内容的にだったりとか、そういう意味で、オールマイティにこなしながらも、ちょっとこうブルースフィーリングとか、あとファンクとか、R&B とか、そういった要素もこう表現できるようなギターが欲しいってやっぱり思っていてですね、という思惑とハマった感じだったんですよね。で結局まあすごくエキゾチック欲しいなと思って、まあ、その PRS をですね、手放して購入することになるんですけれども、買うぞってなった時にはですね、最初に見たそのレイクプラシッドブルーの、ギターと、あとはですね別の、店舗にですね、バーガンディとこのシェルピンクがあって、この3本から、まあ、選ぶことにしたんですね。でいつも僕のギターを見てもらっている岡本くんを連れてですね、まあ、3本弾いて、でどれがいいかなっていう話で、まあ、決めたんですけれども、結果的にその最初に弾いた、レイクプラシッドブルーの、ギターはですね、レイクプラシッドブルーの下にこう、ね、サンバーストが塗ってあるんですよ。でそのレイクプラシッドブルーがちょっと剥げて、そのサンバーストが見えてるって感じで、それがすごいかっこいいんですけれども、要は塗装を二重にしてるっていう感じだったので、この振動をですねやっぱちょっとキュッとね抑えちゃうんですよね。塗装が厚いギターっていうのは、なんていうんですかね、気候の変化にも強いんですけれども、まあ、音をちょっとこうね抑えてしまうっていう、まあ、傾向にあるので、僕は割とどっちかというとこうヴィンテージだったりとか、楽器の振動がね、ある方がやっぱりちょっと好きだったので、まあこの3つ比べたらですね、どれもいいんですけれども、まあそのレイクフラッシュドブルーのに関してはちょっとこう鳴りがちょっと抑えられたような感じでしたね。でバーガンディはそれも良かったんですけれども、ちょっと大人っぽいサウンドの傾向で、まあジャズとかフュージョンとかに合いそうな感じの雰囲気でしたね。でこの、シェルピンクが一番こうヴィンテージっぽさがあったりとかして、で鳴りが良かったんですよね。
で、ただ個体差であったりとか、あとはその要はセッティングによる違いも当然サウンドに出てしまうので、そういう意味でいつも楽器を見てもらってる岡本くんにそのセッティングによる違いがないかというのをねチェックしてもらいながら試奏したっていうね、感じなんですけれども、この結局ピンクじゃないですかみたいな話になってですね、これを購入したんですけれども、まあこのギター、まあ、もともとこのねピンクのギターっていうので結構なんて言うんだろうな、いい色っすねみたいな感じで言われるんですけれど、まあ実は、色はですね、まあ、正直どれでもよかったんですね。でサウンドが自分の好みじゃないものはやっぱりいずれ使わなくなるので、まあ色はね後回しにして、音を取ったんですけれども、まあただ結果的に色をめちゃめちゃ褒められるっていうね感じになったんですけれども、まあそんな感じにですね、その3本のうちから、選んで、まあ今にね至っているんですけれども、まずピックアップなんですけれども、フロントとセンターは、これ書いてなくてロービンテージのピックアップになります。そして、このハムバッカーですね、これ実はサーのピックアップに書いてますね、SSH プラスっていう、ピックアップに書いてます。元々のでも良かったんですけれども、元々のが結構ヴィンテージ寄りの、サウンドで、ライブとか、実質こうアンプを鳴らせる環境でしたら、まあそんなに、なんていうんですかね、不満に思わなかったんですけども、ライン取りをするとですねちょっと音がぼやけてしまうという印象で、なかなかこうロックにもはまらないとかね、あとはちょっとこうヴィンテージっぽい音にするにしても、まあだったらレスポールの方がいいのかなみたいな、そんな感じだったのでちょっと落としどころが見つからなくて、ピックアップこれですね、サーの、ピックアップに変えまして、まあ、そうするとかなりもうなんていうんですかね、ギュッとゲインも上がってですね、ミドルに若干ちょっと寄った感じで、まあ落としどころが、見つかったっていう感じですね。なので結構ロックな感じな曲にもハマるような感じになっています。で、配線なんですけれども、配線はですねもう買ってすぐにですね岡本くんに、もう買いでもらってますね。もともとはですねハイパスだったりとかハイファイなセッティングになってたみたいで、まあ、僕はどっちかというとこうヴィンテージっぽい感じにしたいっていうので、まあ、ちょっとリクエストをしてですね配線もすぐに変えてもらってるんですよね。っていうのもあって、で、まあ、購入したところからこうなんていうんだろう、モディファイされてる状態に、まあ、なっていってるわけですけれども、あと変えたのがこのトラスロッドを回せるようにここに、ね、ちょっと穴を開けてもらってるんですね。でちょっと削ってもらってます。まあ、エキゾジックのこのラインナップは、ローステッドメープルって言って、まあこれソリッドにね強いんですよね。そしてまあ振動もいいんでしょうけれども、購入してやっぱり数ヶ月はちょっと動くんですよね。まだ多少安定しないのかもしれないです。ただまあネックが反った時にこれネックを外して、まあ、調整するわけですけれども、まあ、ここにねトラスロッドの穴がないのでこのネックを外して調整するんですけれども、仮にちょこちょこネックが動いてしまうとその度にこうネックを外すっていうのはすごく手間だなと思ったんですよね。まあでもそういうギターはしょうがないんですけれども、ただこのネックを外す時にやっぱりネジをね緩めたりとかちょっとしたところで音が変わっていくので、そこら辺の調整っていうのがまあある程度いつもこんな感じの音にしたいっていう自分のイメージはあるんですけれども、それがいつも変わってしまうとかいうのはちょっと嫌で、そういった調整はですね、僕結構もうお任せすることにしちゃっているので、あんまりこう変わってほしくないなっていうのもあって、ここにね、トラスロッドを調整する穴をね、開けてもらったんですよね。で、まあ結果的にですね、この穴を開けた後に僕はこれ一回も回してないんですね。開けた後全く反らなくなりましたね、
多少調整を当然しているので、その時に岡本くんがいじってくれてるのかもしれないですけど、自分自身でこの、トラスロットを回したことはね一回も実はないんですね、うん、なのでまあ実際は開けなくてもよかったかなと思うんですけれども、まあまあそれはね仕方ないなと思うんですが、でこの穴を開けたことによってですね、ちょっとねチェンバー感が出ましたね。チェンバー感というのは箱なりっていうことなんですけれども、ちょっと箱っぽい感じがね出ましたねちょっと面白いですよね。これだけ の空洞なんですけれども、それでも多少音が変わるってやつですね。であとは変えた点といえばですね、このスイッチですね、これがめちゃめちゃ最近つけたんですけれども、これが本当によくて、僕の演奏スタイルとか、あとは演奏するものだと割とこう歪ませもするんですけれども、クリーントーンで、バッキングとかソロも弾きたいみたいなねシチュエーションって結構あるんですよね。でその時にこのエキゾチックのギターってすごく本当に大活躍なんですけれども、そのクリントーンでソロを弾くとかジャジーで演奏する時にはちょっとやっぱり弱かったんですよね。このフロントをハムにしたいけど、このシングルを失いたくないと、いわゆるシックスティーズな、ストラトの音も欲しいけどジャズにも使いたいみたいな、そんな感じだったんですよね。まあなんとなくやってきたんですけれども、ちょっと思い立ってですね、でどうにかなんないかなと思って、これをですねシングルのハムにしようかなと思ったんですけれども、岡本君にね相談をしたんですけれども、そしたらシングルのハムもいいけど、センターとフロントの、ハムにするのもできますよっていう話で、スイッチを1個つければ全然大丈夫ですよっていうので、やってもらったんですね。そしたらこれがね本当に良くてですね、ちょっと感動的な感じなんですけれども、それもあってちょっと紹介しようかなと思ったんですけども、ちょっとクリントーンで、まず弾いてみたいと思いますけれども、クリントーンは、こんな感じですね。今この、フロントピックアップなんですけれども、これは先ほど説明しましたけどスイッチついていてですね、フロントとセンターのハムバッカーになるようになってます。こんな感じですね。シングルにするとハムですね。ハムにするとですね。ね、こんな感じに、カッティングとかしたい場合は、ね、この普通の、シングルにして、指でバッティングしたりとか、ジャジーにこれね。で、ちょっと歪ませてみましょうかね。リアで弾いてみます。センターも行ってみましょうか。でフロント、これ今ちょっとねハムになってましたね。シングルにします。こんな感じですね。もうちょっと歪ませてみましょうかね。これはサーのピックアップというのもあって、かなりねがっつり歪ませね。ラメのフロントですね。うん、こんな感じですね。
まあ、この裏側なんですけれども、ですね、エキゾチックはですね、この後ろのカバーね、ついてこないんですよ。これがデフォルトなんですけれども、僕はここにね、穴を開けてですね、カバーをつけられるようにしてます。これカバー閉じると、音がやっぱりちょっとコンプレッション感が出てですね、なんて言うんだろうな、音がこうギュッとこうまとまる感じになるんですよ。で、カバー外すと、この外した状態にすると、オープンな響きになります。こうふわーっと、ね、音が広がっていく感じ。カバーするとその広がっていくのがちょっと抑え込まれるような感じ。はい、という感じなんですけれども、まあ、語り始めたらですね、もっといろいろ出てきてしまいそうですけれども、まあ、これ1本あれば、どとでもなるかなというようなね感じの、僕のこのエキゾチックギターですけれどもね、まあ、こういう風にですね、自分のですね、出したい音にね合わせてこうモディファイしていくっていうね、感じも楽しいと思いますので、何かご参考になれば幸いです。動画がためになった、面白かった良かったよという方はぜひ、チャンネル登録やいいねよろしくお願いします。